リスントゥーフェイよし。さあ、というわけでございまして。ね、はい、始まりました、はい。今週もこの時間がやってまいりました。はい、ワロップ放送局をお聞きの、ラジオ番組の方ね、お聞きのお客様、はいねはい、お客様、リスナーの皆様、はいねこんばんは。あ、こんばんは、はい。ということになります、ね。はい、はい、こんばんはですよね。そうですね。19時30分はこんばんはですよね。こんにちはじゃないですね。そうですよね。はい、さあ、というわけでございましてね、はい本日も、スカイツリーのお膝元でございます。ワロップ放送局より生放送でお届けします。モノマネ、事務所、ツーフェイス、プロモーションによります、リッスンツーフェイスの時間になりました。神々でございます。どうしたんでしょうね。はい、というわけでございましてね、久しぶりなんかね、メインで進めてるからね。はいはい。はい、ちょっと神々な感じでございます、ね。はい、いいですね、たまにはね。先週、はいはい、ラジオに久しぶりに帰ってきて、はい、いろいろ話しましたけど、はい、なんかちょっと進行役がね、はいはいはい、微妙に久しぶりなんで。なんか完全に前回はね、先週はなんとなくゲストで来ちゃったみたいなね、はい、感じだったんですよね。はい、改めまして、かけむしゃ X ジョニーです。よろしくお願いいたします。はい、はい、はい。さあ、そして今日もいつものメンバーでお届けしておりますが、じゃあ自己紹介の方お願いします。はい、モノマネ界の小動物、青宮系です。よろしくお願いします。はい、リトルアニマル。はいジャッキーちゃんそっくりさんのジャッキー編です。はい、ラジオが一番似合わない男です、はい、ラジオでそっくりさんってさ、よく考えて、だってラジオだよ。そうだね、そうそう、そっくりさんってどうなのかなと思うね。声が似てる人とかだったらいいんですけどね、はいはいはい、顔が似てる人って本当にラジオあれだよね、はいはい、合わないよね。そうですね。もうモノマネ業界の多分3分の1ぐらいがそっくりさんなんですよ。はいはい、で、ラジオやってる方っているのかな。例えばね、松田聖子のそっくりさんで、真根田聖子さんとか、はいはい、いますね。真根田聖子のなんとかって言われても、って思うじゃないですか。真根田さん、僕大好きです、ねはいはい、仲良しですけど、真根田さんとか、あと、ほいけんたさんとか、ほいけんたさん、おしゃべり面白いんですよ。おちょいですね。さんまさんのそっくりさん、ね、そっくりさんってわけでもないんですけど、本当はね。はい、でも、さんまのそっくりで出てるね、ほいけんたさんとか、ね、ラジオ、多分、めちゃめちゃ面白いと思います。声も。あ、似てますもんね。スペクターです、みたいな。いい声なんですよ。地声が。はいはいはい。めちゃめちゃいい声なんですけど、ただ、ラジオではそのさんまのそっくり度合いが伝わらないからね。ああ、そうですね。そうそうそう。はい、どうなのかなと。はい、誰かやってないかな。はい、やってるし。モノマネ芸人さんで。あ、というわけでございまして。今日はそんなモノマネ業界の裏話なのね。はい、そうですね。ちょいちょい言ってみたいと思います。はい、最後までお付き合いください。